雨降る風の中、刀を持ちて裸足で歩く。拙者は楓原和葉と申す。四方をさまよう浪人でござる。同じ旅路を行く者同士、共に歩もうではないか。これほど美しき景色を見れば、おのずと旅がしたくなるものであろう。手元に葉があるのなら、拙者が草笛で一曲奏でよう。雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりは、もうこの刀のみでござる。大雨の中を歩けば、精神が研ぎ澄まされる。しかし雨が止んだ後は、急いで服を乾かした方が良いでござるな。海を渡る時の雷雨と比べれば、この程度は意にも介さぬ。雪は好きでござる。雪が降った後の世界は静かで、誰にも夢を邪魔されずに済む。雲一つなし、実に心地よい晴天よ。早朝に聞こえる鳥のさえずり、大自然からの恵みでござるな。さあ参ろう。拙者たちの旅路も始まるでござるよ。正午の日差しは、居眠りをしてしまいたくなるほど心地よい。休む場所を探してみてはどうでござるか。上に見えるは月、耳に聞こえるは風、杯にあるは酒、心にあるは安らぎ。ご機嫌いかがでござるか。風が止んだ。静かな世界、休むのに最適であるな。ではまた明日。実は大会も毎日が荒波というわけではないのでござる。天気が良い日は月光が海面を揺れ、魚群が船の周りを泳ぐ。船首から遠くを眺めれば、この旅も価値のあるものだと思える。唯一残念なのは、船員の歌声がうるさいことでござるな。あやつらは眠らなくても平気なのであろうか。楓原家はかつて有名な武士の家系であったが、拙者が後を継いだ時にはすでに武家の名以外は意味のないものとなっていた。しかし拙者からすれば、それくらいがちょうどよい。武士に裕福な生活などいらぬ。拙者たちに必要なのは、詩歌と美酒、そして手中にある刀のみでござるよ。天気の良い日は海に行ってみてはどうでござるか。拙者は飾り気のない性格をした人が好きでござる。やはり思っていることは心の内に秘めず、直接言った方が心よいものだ。拙者は万物の音が聞こえる。もちろんお主の声も。神の目は力の根源ではなく、力の証明であると拙者は思う。神の目とは、前へ進みたいと思う人々の願い。拙者たち武士にとってのそれは、いつの日も手中にある刀のみなのでござるよ。剣術を学びたいなら、ふむ、これを持つとよい。先ほど作った竹刀でござる。これで打ち合えば傷を負わずに済むであろう。奥山に、もみじ踏み分け泣く鹿の、声聞く時ぞ秋は悲しき。拙者は楓が好きでござる。しかし楓が赤に変わる時は、いつも別れが伴う。カモメよ、泣くでない。今日から拙者も同じく漂流者なのだぞ。北斗の姉君は拙者の恩人。稲妻から逃げ出した拙者を姉君が引き取ってくれた。拙者が一番苦心していた時期に稲妻へ戻る勇気をくれたのだ。
彼女は拙者と周りにいる全ての船員が背中を任せられる戦友なのでござる。拙者が指名手配されていた時、抵抗軍が拙者を助けてくれたのでござる。五郎とはその時の短い付き合いであったが、彼のことは深く印象に残っている。彼は言いたいことをまっすぐに言う性格で、部下と共に喜びや悲しみを分かち合い、友のために犠牲を厭わない。だから拙者は彼とは気が合うのでござるよ。御前試合で拙者の友人を負かした彼女の実力は認めているでござる。しかしそれほどまでの力を悪行に使い、九条軍を率いて神の目を回収するなど、拙者は決して許さぬ。なるほど。どうやら彼女は自らの信念があったのだな。ただこの一件が終わった後、九条家の繁栄がこの先も続くかどうかは不明であるが、稲妻を離れた後、何度も自分の胸に聞いたでござる。雷電将軍に対する拙者の不満は、あの御前試合から生じたものなのか、彼女が共に下した一振りが原因だったのかと。拙者は考えた末、それは違うと分かった。拙者の友は決闘の場で堂々と死した。雷電将軍のあの一振りは間違っていたとは言えぬ。彼女に対する不満は、メガリレーから来るものだ。何人たりとも、他人の願いを剥奪する資格などない。たとえそれが、神であったとしても。稲妻に住む者なら、白鷺の姫君の名を聞いたことがあろう。神里家のお嬢様で、ほぼ完璧に等しい御仁でござる。しかし、拙者は彼女とあまり交流がない。彼女は、稲妻に対してどのような考えを持っているのであろうか。以前、彼女が姉君に頼んで、花火をリーユへまで運んだことがある。その時は拙者が荷を下ろした。が、大変重かったでござる。彼女以外に、あのような大きな花火を作れる者などいないであろう。拙者が抵抗軍にいた頃、周りの者は皆、三五宮殿を心から慕っていた。彼女は兵力を大事にしている。死傷者の出る戦法はほとんど使わず、いつも最小の代価で勝利を勝ち取るのでござるよ。噂では、渡積島の政務と外交も取り仕切っていると聞いたが、本当に一人で全て行えるのだろうか。拙者の友人であるこの探偵は、普段は遮断で気ままな振る舞いをしている。しかしいざ事件となると、彼の周りを取り巻いていた風は鋭い気となって集まる。まったく感心せずにはいられないでござるよ。拙者のことを知りたいのか。見ての通り、どこにでもいる流浪武士でござるよ。拙者は耳が優れていて、様々な音が聞こえる。例えば風が山を越える音、雲が散りゆく音、森で小狐がリンゴをかじる音、カニが泡を吹く音。これは自然と万物が拙者に与えた恩恵。いつでも危険を事前に察知することができるでござる。小さい頃は雨が好きであった。あのザーザーとした音を聞くと、心地よい夢を見る。しかし今となっては、雨に対する感情も複雑になったでござる。雨の音は今も好きなのだが、国運を見かけた時は、今日泊まらせてくれる心優しき方はいるであろうか、と心配になってしまう。濡れた服で雨の音を聞いても、
くしゃみで雰囲気が壊されてしまうでござるよ。拙者はあまり同じ場所には滞在しないでござる。長く滞在すれば自然との間に隔たりが生じ、刀がなまってしまう。遠くへ行ける今のうちに様々な場所に行き、いろいろな人に会ってみたいでござるな。心配はいらぬ。いつの日かお互い違う場所に赴こうとも、必ず世界のどこかでまた会えよう。人の絵にしとはそうたやすく切れるものではないのでござる。正午の日差しで暖かくなった岩に横たわり、目覚めた後はブラブラと。刀を持っていれば拙者はどこにでも行けるでござるよ。嵐が来る時は自然の音もざわつく。拙者も耳鳴りがしてしまうほどに。もしそれが夜であれば早々に眠れぬ。少し困っているでござる。海を渡る時、最もたやすく入手できる食材は魚肉でござる。魚をどう美味しく調理するか、海を冒険する者なら皆が考えることであろう。機会があれば拙者の腕前を披露してもよいぞ。拙者は荒作りしたものがあまり好みではない。拙者からすればただの魚であろうと、しっかりと焼いた方が旨味がある。食事というのは心身を安らげるもの。妥協していてはならぬであろう。魚をこうも美味しく調理するとは、お主の腕は相当なものでござるな。お主の料理は腹を満たすだけでなく、拙者にとって心の安らぎでもある。少し休んではどうでござるか。心が疲れていてはせっかくの料理も味が落ちてしまうであろう。はあ、誕生日だと知って新しいシーカを書いたでござるよ。ただあまり心得がなく、何日もかけて途中までしか思いつかなかった。とりあえずこれをお主に送ろう。歳月や雲の赴く誕生日。ん、待った、何か思いついたでござる。続きは、祝いの日には異教の友と。どうであろうか。誕生日おめでとう。今日は一緒に甘味でも食べに行こうではないか。この刀より鋭利になったでござる。雪が地面に落ちる音、今の拙者はそれすらも聞こえるようになったかもしれぬ。海の波は強い。拙者ももっと強くならねば。世を渡り歩けばおのずと悩みも多くなるもの。お主との出会いは拙者に武道と心の成長をもたらした。今後の人生もきっと良いものとなるであろう。